皆さんこんにちは、さきです。本日は私の仕事の話をしていきたいと思っています。私の仕事は日本語を教えている日本語教師とウェブサイトを作っている、ウェブデザイナー、ウェブディベロッパーみたいな形で働いているんですが、そちらの日本語教師についてのお話をしていこうかなと思っております。ちょっと前に上げた Q&A の動画にコメントをいただいていたので、それをきっかけにインスタグラムの方で少し質問を募集したところ、7件8件ぐらい質問が来たので、それに答えていく形で私がちょっと補足していくっていうような形の動画となっております。日本語の教育に興味がない人も、なんかこういう感じで働いてる人もいるんだなっていうような形でちょっと見ていただけると嬉しいなと思っています。まず私の情報なんですが、主にオンラインで日本語を教えております。個人の方に主に教えておりまして、グループに教えたこともあります。一応日本語の教師の資格を持っていて、で、一応なんかプロの教える人みたいな感じで教えています。どこに属しているとかではなく、自分で事業をしている自営業で、働き方としてはフリーランスで働いているという形になります。フリーランスって働き方のことらしいですね。だから自分で時間を決めて働けるっていうことが多分フリーランスなのかなと私は思っているんですが、もし違う方はすいません。ですが、今日は私のことについてお話ししていこうかなと思っております。まず日本語教師の資格なんですが、資格を取る形は多分主に3点あると思っています。1つが日本語専攻で大学を卒業すること、2つ目が日本語能力、違う、日本語能力検定試験じゃない、日本語教育能力検定試験っていう日本語教師になるための資格に受かることで、3つ目が学位を持っているかつ文化庁が指定した機関で日本語教師養成講座という講座に420時間通って資格を取得するという形があります。私は3つ目の420時間のコースを得て資格を取ったという形になっております。資格を取る過程と、日本語教師がね、今後国家資格になるので、そのことについての質問が来ていたので、そこに少し触れるのと、あと私の教え方の話と、どれぐらい仕事するんですかとか、どれぐらい実際稼げるんですかみたいなところについてをざっくりお話ししていこうかなと思っております。まずは日本語教師の養成講座についてのお話をしていこうかなと思っています。ちょっとメモを見ながらなんですけれども、どのぐらい費用がかかったとか期間とか詳しいお話聞きたいです。日本語教師の資格は取るのに50万ぐらい払ったかなと思います。友達割とか、なんかの春のキャンペーンとかで入会金が無料になったりとかすることもしばしばありますんで、ちょっとだけお金をセーブできる期間も1年の中に何回かあるのかなって思っています。で、私が取ったのは対面のコースで、420時間で何をするかっていうと、座学で日本語の発音で、なんか舌をこうどうやって出すかとか、そんなところからどんな感じで日本語がこう使われるようになったというか、どういう機会に使うかとか、生徒さんが間違えた時にどうやって正すかっていう、その正し方とか、なんかそういうことをお勉強したなと思っています。それから実習編って言って、もっと文法にフォーカスした授業、座学と毎回教案を作って模擬授業をするっていうコースがあった後に教育実習があるという形でした。全部ひっくるめて420時間となっておりました。私はどれくらい払ったかっていうと、その50万円ぐらいなんですけれども、それに教科書代と、教科書が多分4冊入ってたかなと思います。資格ぜひ教えていただきたいっていうのと、あと資格取得方法についても結構ね、2人の方にも聞いていただいてますので、そのことについてお話しすると、その時私は月曜日から金曜日まで仕事をしていて、で土曜日と日曜日はもう缶詰でそのところのスクールに行って、スクールで毎日勉強するっていう形でやったのを、12月から多分11月までしたので、ほぼ1年間しました。早く取るコースだったんですよ。だから本当に詰め詰めだったんですが、いろいろな人がいらっしゃって、60代になってからなんか趣味が欲しいなと思って、日本語の教師の資格を取りたいなと思って勉強していた方と、あと就職のためとかに勉強していた方とか、ただ単に日本語を知りたいなみたいな感じでね、やってる方もいらっしゃったし、そんな感じでね、いろいろな人がいらっしゃいました。正社員の方もいらっしゃったし、主婦の方、学生の方とかね、いろいろいらっしゃいました。年齢も幅広く20代から60代ぐらいまでの方がいらっしゃって、男女比もだいたい半々ぐらいだったかなって思います。ちょっと女性が多かったような気がしますが、
はい、そんな感じです。結構いろいろなね人と知り合うことができたし、今でもつながっている方もいらっしゃいますし、いい出会いがあったなと思っています。資格についてなんですけども、そういえば日本語教師って今では資格がなくても教えることができるんですね。で、例えば語学のエクスチェンジサイトとかで日本語を勉強したい、でもあんまりお金はかけたくないとか、日本には行けないし語学学校もないっていう人たちが個人レッスンを予約することも簡単にできるし、プロの先生じゃなくても資格がなくても教えることもできるんですね。で、最近は結構増えつつあると思うんですが、私は資格を持っていてよかったなって思うところは、資格があるから例えばどこかの機関でもしかすると日本にいた時に日本語学校で働くチャンスがあるかもしれないし、あとはなんか大学とかわからないけどここにいる時も資格があるっていうだけで、あ、この人はこのサーティフィケーションがあるんだなって思われて、それで仕事がもらえる可能性が広がるんじゃないかなと思って、うん、しました。あとはやっぱり教え方がやっぱりプロの人、現役の日本語教師の方がその日本語教師の養成講座の先生になって、何人ぐらいいらっしゃったかな、4人5人ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、いろいろな経歴をお持ちだったので、本当にいろいろな経験を聞くことができたし、こういう質問ってあるんですかとか、もしこういうこと言われたらどうしますかとか、なんかそういうリスク管理じゃないけど授業の文法だけじゃないところまで教わることができたので、それはすごく良かったなって思います。やっぱり教科書とかで勉強してても実際に教えてみないとわからないこともあるし、実際に今も生徒さんに何か聞かれてですんなりと答えられているのはやっぱり日本語教師の養成講座に行ったからかなって思っていることもしばしばあります。今年から日本語登録教員の国家資格ができるそうですが、それを取らないと教えられませんか？これは資格があるないっていうことにも関わってくると思うんですけれども、これから国家資格になるので、ちょっと私はねあんまりわからないんですけど、国家資格がないといずれ働けなくなるんじゃないかなとは思っているんですが、本当に機関にもよると思うし、私の予想でしかないのであんまり信じないでほしいんですけども、今ももし資格がなかったとしても、例えばそうやって語学のエクスチェンジのサイトとかで教えることもできるし、資格があれば例えば日本の日本語学校で教えることもできるし、例えばなんやろ、ロンドンとかなんかパリとかは結構日本人の先生もいらっしゃるので、そこで日本語教師として資格を持ちながら日本語学校みたいなところでね、教えることもできます。日本語学校は私が知っている限りはフィンランドには補習校しかなくって、日本語学校みたいなところがないんですね。多分語学学校の中に日本語のコースがあったりとか、大学に日本語のコースがあることはあるんですが、多分私が知る限りないので、まあなんかそういうない国もあります。まあ作ってもいいですけどね。いずれその国家資格に関してなんですけれども、国家資格っていうだけあって、多分持っていると今後強くなってくるんじゃないかなって思いますが、働き方にもよるなって本当に思います。このままもし今のスタイルで働き続けるのであれば、私の場合は国家資格いらないなとも感じています。今後どうなるかわからないから、国家資格今のうちに取っとこうっていうこともできるなって思ってて、国家資格を取るために講習みたいなのがあって、で基礎試験応用試験で講習かなんかそういう感じの結構なステップがあるんですね。で私の場合応用試験だけでそれに受かったら国家資格が得られるっていうことなので、今のうちに受け取れた方が、そのね期限がもしあるのであれば、ちゃんと調べてないですけど、調べてから言えよって感じなんですけど、で期限があるんだったら今やるべきかなって思っていますね。念のためみたいな感じかなって思っています。なので本当に働き方によりますね。大学では教育専攻とかで事前に教員資格を取れる感じでしたか？先ほど言いましたけど、日本語教師になるためには日本語専門のそのコースっていうか専攻にならないといけないはずなので、教員免許じゃなくて日本語の専攻じゃないとダメだと思います。ちょっとわかりませんけど、私は大学に依属してる時はフィンランドでは教育を勉強しましたけれども、日本では国際系の学部に入っていたので、全然教員の試験とかの教育課程、教員課程なんかそれも入ってなかったし、それには全然関係なかったです。ただ日本語教師になりたいのであれば、最初から日本語専攻っていう専攻に取らないといけないはずです。ちょっと調べてみてください。日本語教師興味あるのでこの話題嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ次はちょっと教え方についてを入っていきたいと思います。日本語力ゼロの人も教えてる？はい、教えてます。
日本語教師養成講座では初級の人を教えるための講座なので、私は主に初級の人を教えています。初級の人を教える方が上手っていうか得意だなって感じてます。日本語力ゼロの人も教えていますし、最近は旅行に行きたい人とかの日本語も教えています。で、そういう人のために教えるのはどちらかというと苦手ではあるんですけれども、行きたいって思ってる意志が強くある人にずっと日本語を教えていきたいと今まで思ってきていて、それが現実となっているという感じがします。ひらがなとかカタカナとか勉強を私のレッスンではしないです。理由としては、私にわざわざレッスンのお金を払ってくださっているのに、自分でひらがなとかカタカナとか覚えられそうなものをレッスンでする必要はないかなと感じているからです。一番レッスンで重視したいなと思っているところはスピーキングです。スピーキングもなんか、例えばこれは何ですか、これはキツネです、いいえキツネではありませんみたいな、なんかそういうのじゃなくって、なんかもっと普段のカジュアルではないんですけど、でもなんか友達と話しても大丈夫なぐらいのレスマスだけど、ちょっと丁寧で、誰と話してもそんなブックジャパニーズじゃない感じのものをずっと教えたいなと思っていて、でそれは多分私が外国語を勉強する際にブックフィニッシュを勉強して、でなんか使う時に全然違うっていうのをすごくギャップを感じているので、日本語でもそうやって思う人を減らしたいなって思ってるんですね。だからそういう教え方をしています。私が今やってるスタイルとしては、私がこんなフィンランド語の先生に教わりたいなって思うようなスタイルで教えています。一応うまく教えるコツを教えていただきたいです。ちょっと噛み噛みですいません。うまく教えるコツは、そうやってなんか自分がこういう先生に教わりたいなって思ってる理想像みたいなものをしっかり持って、ブレずに教師をやっていくっていうことですかね。あとはたくさん聞くことを意識しています。先生ってすごいたくさんたくさん話すこともあるし、もちろん教える知識もあるし、毎週1時間とか1時間半とかレッスンしている人とかでも、今までに長い人だったら4年ぐらいレッスンしてる人がいるんですけど、その4年間の中で何回も何回もレッスンしていても、まだまだ教えられていない文化っていろいろあるんですよね。文化とか文法とかって。だからなんか本当に教えることってたくさんたくさんあるんですけども、でもなんか例えばちょっとやったことあるかなとか、ちょっと自分で勉強してるかなって思う人に関しては、あ、これ知ってますかとか、これどう思いますかとか、そういうことをたくさん聞くようにしています。先生ってそうたくさんあるから話してしまいがちなんですよね。だけどちょっと一歩引いてみてというか、我に返ってみてというか、生徒さんからするとインプットも大事だけど、その時間、その特に個人レッスンの時はあなたとねお話しするためにお金を払ってるかもしれないし、やっぱりね知識があったとしてもアウトプットってすごく大変だなと私はフィンランド語のレッスンで思ってるので、そういうことを回避したいというか、そういう気持ちになるのを少しでも私とのレッスンで軽減できたらいいなって思っているので、そのような教え方を心がけています。一方的なレッスンにならないっていうことは本当に本当に毎日心がけています。ここからは週に何時間ぐらいお仕事してるかとか、どれぐらい稼げるかについてお話ししていきます。週に何時間ぐらいお仕事されてますか？本当に最近で言うと、日本語を教えてるのは週に10時間あるかないかぐらいですね。私は本当に本業が日本語教師とそのウェブの仕事をしているっていうことで、ウェブの仕事がたくさんあるときは日本語もあんまり教えないしみたいな感じでね。でも一定数レギュラーステューデントさんには授業はしたいなと思っているので、その人だけとかの時もあります。例えばこの今撮っている週で言うと、12コマぐらいですかね多分。でも本当に日本語教師だけの時はもう1週間に多分100レッスンぐらいしてた時もあります。だから本当にいろいろあって、生徒さんがすごい忙しい時期とかもあるし、その時はなぜかこう閑散期みたいな感じになって全然教えない時もありますね。今は少ないなって思ってて12時間ぐらいです。本当に12時間やったらね2日間ぐらいしか教えてないんですね今。
集客方法などお聞きしたいです。これ私ね、結構集客方法ねバラバラなんですけども、一番多いのは SNS からつながってレッスンになって、その人から紹介をいただくっていうことが最近の多いパターンではあります。集客って本当に難しいなって感じていて、今もう一生の課題だなって思ってるんですけれども、例えばグループレッスンをするってなった時に、ヨーロッパの企業の日本語の研修みたいなことでお仕事させていただいたことがあったんですけれども、それはもともと私の個人レッスンをしている人の企業さんでした。その方は特に企業の社長とかではなかったんですが、研修の担当だったので日本語を勉強するっていうことをその会社に勧めてくれて、そこで契約になったっていう感じだったので、いろいろなとこにいろいろなものが落ちてるなって思っていますね。最初の方は語学のそのエクスチェンジサイトも利用したこともありますし、今もたまに使っています。それとかだったら、特にホットペッパービューティーみたいな感じですかね。例えば美容室探したい時にホットペッパー使うと上の方に出てくるじゃないですか。でそれで自分の条件に合うものを探したら私がヒットするみたいなこともあったので、そういうことでね、集客を別に特にしないでどんどん人が入ってくるパターンも結構あるんじゃないかなって思っています。で、あとはちょっとね、これからトライしたいなって思ってるのが、学校じゃないんですけど、本当にコースのためにお金を払って誰でも受けられるっていうコースがあるんですね。それでちょっと日本語やってみたいなって思ってます。なのでちょっとグループレッスンをもうちょっとやってみたいなっていう感じでちょっとだけ思ってるんですけれども、やっぱり毎回グループレッスンをすると、あ、個人の方が好きやなって思うんですよね。ちょっと今働き方を模索しているというような状況ですが、そのメインの集客方法で言うと、その SNS からつながってその人の紹介っていうことが一番多いかなと思います。実際どれくらい稼げますか？私の授業は今フィンランドで事業登録しているので、ユーロのねやり取りになるんですね。日本円にすると今とても円安なので、すごい稼いでる感じに見えるので、ユーロと円とどちらも見ていきたいなと思うんですけれども、前置き長すぎてね、一番稼いでた時で3000ユーロぐらい稼いでたので、多分今日本円にすると50万円ぐらいじゃないかなって思います。今ねレートがあれですよ、でもフィンランドの感じで30万円ぐらいかなっていう。で日本円にするとすごく稼いでるように見えるんですけど、日本語教師ってそんなにたくさん稼げる職業じゃないです。どうやって教えるかにもよります。はい、その時は結構グループレッスンとかしてた時だったので、ね、コンスタントにお客さんが来てたっていう感じです。日本語教師だけの今の収入が1600ユーロぐらいなので、こちらのユーロの感じで言うと16万円ぐらい。で、日本円に換算すると多分30万円弱かなと思います。25万円ぐらいかな、わからないけど、それぐらいかなって思います。で、日本語教師って言っても本当にいろいろな働き方があるし、私みたいに個人をメインに教えてる人もいれば、団体メインで教えてる人もいるし、どこかに所属して、教えてる人もいるし、本当に様々です。自分が一番何がしたいのかっていうことが一番大事だと思っているんですね。私はずっと外国人に日本語を教えたいなって思ってたんですけども、日本にいる外国人じゃなくって、日本に行きたいと思っている外国人をずっと助けたいっていうか手伝いたいなって思ってたんですね。だから今の私の働き方はすごく満足している働き方なんです。最初の方に教えてた人で、高校の認定のために日本語のコースを外部で取って、なんかその単位をもらうために日本語を勉強したいですって思ってる人がいらっしゃいました。稀ですけど、その方は日本語のレッスンの継続をお断りしました。それは本当に私はこれから頑張りたいって思ってる人をサポートしたいって思ってて、私の趣旨からはずれていたからです。で、学校の教師になりたくなかったのもそれが理由で、なんか本当に皆さんがモチベーションあるわけじゃないし、だけど私はちょっとわがままですけど、本当に日本語を勉強したい人に本当にそのニーズがあるところに教えたかったっていうところがあります。それは今もブレてないし、それがあったからこそ、なんか今のすごい言い方悪いですけど、お客さんの質が上がっているなって思っています。友達みたいな感じでね、たくさんお話をする人もいるし、どちらかというと比率的には初級の人が多いし、日本語がゼロ初級って言って本当に一個もわからない人も2人な3人ぐらいいらっしゃるので、本当にね、いろいろな人がいるんですね。でも語学学習って言語を通して文化を見ることができるので、ね、言語も文化の一つだし、だからその日本っていう私の大好きな国を学びたいなって思ってる人に広められるっていうことはすごく嬉しいことだなって思っています。で、日本語教師ってたくさん準備もしないといけないし、
労力っていうかエネルギーをね本当にたくさん使う仕事なんですけれども、その分やりがいがあるから、日本語教師ってどんな感じなんだろうとか、日本語をちょっと教えてみるのとかもやってみたいなって思う人は教えてみるのをおすすめします。もし日本語を教えてみたいけど資格を取るまでではないなって思う人がいらっしゃったら、ぜひ私にE メールかインスタグラムで DM を送ってください。で、ちょっと私が例えば個人レッスンというかそんな感じで日本語を教えてみたい人にどうやって教案を作るかとか、こういう質問が来た時にどうしますかとか、日本語を英語で説明することがあるんですが、英語が話せない人とかでもこういう単語とかこういう風に言えばいいよみたいなことをね、教えることができるし、ちょっと今後そういうサービスもちょっと始めようかなと構想中ですので、そのような方がいらっしゃいましたら私にメッセージをいただけると嬉しいなと思います。では皆さん、今日も本当に長い動画を見てくださりありがとうございました。日本語教師に関する動画とか、もう少し教え方とか時間の使い方とか教案の作り方とか見たいとか思う方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントとか DM でお知らせください。でもし何か興味がある方がいらっしゃいましたら、どんどんちょっと興味ありますぐらいでも大丈夫なので、私にメッセージを送ってくださると嬉しいです。ではよろしくお願いします。今日も見てくださりありがとうございました。もしね、日本語の教師を目指されている方とか、どんな感じなのかな知りたかった方がいらっしゃったら、その方の参考になれば嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。もいもーい。